はい、皆さんこんにちは、赤山修です。今日もね、赤山修チャンネルをご覧になっていただきましてありがとうございます。はい、今日はですね、 ZF、ね、ニコン ZF の話をねしたいと思うんですけど、まあよくね ZF の話題はですね、この動画でですねテーマにするんですけれどもね、今日は、ZF のですね、まあ、道具としての楽しみ方、アクセサリーね、をどのようなものをねつけてね楽しんでいるかっていうところをね、まあ、そんな特殊なものはね私はそんなに使ってはいないんですけど、まあその辺もですね改めて紹介をさせていただければなっていうふうに思います。でこのですね、あのニコン ZF は、まあ、そもそもの形がですねパッと見で、ニコン FE のシリーズのようなね、この正面からのデザインなんでね、まあ、FM2 というよりはね、まあ、私自身はニコン FE シリーズにこの辺のロゴマークのこのペンタのところね、いわゆる一眼レフでいうとペンタプリズムのところですね、まあ、そんなような感じがしてましてですね、まあすごく、ね、まあ、レトロというかその当時のニコンのカメラを彷彿させるねデザインになっていると思います。だからその辺のですね形そのものがですね、まあ、撮影する行為のもとでですねすごくなんか写欲というかですね、あの写真を楽しんで撮っていきたいなっていう風なですね気持ちを湧き起こしてくれるね、そういうカメラだというふうに私は思ってまして、でさらに、このニコン ZF はねもうこれ開けますよね、不完だからホコリ入るなんておっしゃるねあの方もいらっしゃるんですが、その辺勘弁してくださいね。でこの、はい、ね、フルサイズセンサー、ね、フルサイズセンサーによってですねこの 28mm のこのレンズがですね広角レンズの 28mm として使えるというところがですね、やはりこの ZF の、私にとって最大の魅力だと思うんですね。はい、ですからこちらにありますけれどもニコン SP に今ついています W ニッコール 3.5cm F1.8 もですね、あの、まあ、広角レンズの 35mm として、ね、マウントアダプターを介してこのニコン ZF で楽しむことは可能なんですね。まあ、だからやっぱり私はあの個人的にはあの APS-C のイメージセンサーの ZF-C よりですねもう ZF の方がね何倍もね面白いなっていうふうに思って、あの日頃から楽しんでおります。まあ、ただ日頃からね楽しんでおるといってもね、まあ私もそんなにね何個もその歩きながらね写真を多めに撮ったりはあまりしないこともあってですね、まあ単にこのニコン ZF を持ち歩いていて、まあ、それでまあ満足をしているというね、あの本当に笑われるかもしれませんけどね、そのようなねあの日もね少なくありません。まあ、ただまあどこにでもですね、あのこのカメラを持っていけるというふうなねことの中で、やはりですね行動を共にするカメラとしてはすごく満足度の高いですねあのカメラに仕上がっているんじゃないかなと思います。でただ細かいことを言うとですよ、いろんな意見がね終わりだと思うんですけど、やはりねこのねニコン F3の時代のようなですねこの真鍮カバーね、はたまたこのですね F3P の場合はですよ、このファインダーがチタンでできたりとかしてますんでね、でそういったところのねあの金属製とは言ってもその材質の違いというところにね、とやかく言われる方もいらっしゃいますけどね、まあ何はともあれね、あのマグネシウム合金でですねこのですね上のカバーなどはできているというふうなところも、まあ、あって、まあそれなりにですねがっちりとしたですねあのボディ感触は楽しめているんじゃないかなというふうに思います。まあなかなか今の時代ね、まあ、このニコン SP ね、まあこれも真鍮カバーのカメラなんですけど、まあこのようなねあの材質で作るというのはね難しいかと思いますからね。まあただこのですね、まあ、いわゆるあのヘリテージデザインというふうにニコンは称してますけれどもね、この、まあ、ニコン FEまあ、またはまあニコン FM2 のようなねそういうまあデザインでまあ出てきたということ自体はやっぱり私のようなあの古くからのニコンファンにとってはあのやっぱり嬉しいところなんですよね。うん、やっぱりねこの Z マウントは大口径、ね、内径 55mm で 16mm のショートフランジバックというところがねあの各種ですねあらゆる交換レンズをですねマウントアダプターを介してつけて楽しむことができるというところが、まあ、この Z マウントの魅力なんですよね。だからそれが、まあ、ミラーレスの ZF でもってですねあの見た目もですねあの古き良き時代をですね思い出させる
あのカメラらしいカメラ、まあニコンらしいカメラに仕上がっていますよね。まあだからまあその最新のですね、最高の性能ではない、ね、カメラだとは思いますよ、 ZF は。まあ、まあしかしまあ、昨年末に出たんでね、比較的あのね画像処理エンジンも最新型ですしね、あのまあねつい最近出ました Z6III と比べてもまあ、 あの基本的に劣る部分っていうのはねあまり多くないような気がしますからね。まあ、だからまあそういったところの中であの基本的にですね、あのカメラらしいカメラね、まあ、道具として持ち歩いたり、あの愛着の枠ですね、あのカメラとして使う分にはですね、この ZF は十分に満足度の高いカメラなんじゃないかなっていうふうに私は思いますね。うん、まあ、だからねやっぱりこのチャンネルをご覧になっていらっしゃる方もね、あの ZF 買いましたっていうふうなね、あのお方もね、あのコメントで結構いただきますんでね、すごく嬉しい限りでございましてね、やっぱりこうね、まあ、このカメラね、そのニコン ZF というですね、このカメラをですね、通じてですね、あの分かち合える仲間がね、あの1人2人3人とね、あの増えてきてですね、あのすごくあの嬉しい限りでございます。本当にあのね、あのありがとうございます。まあ私もね ZF が出るまではですよ、ね、ZF の実機がねもちろん手元にもないし想像でしかない時にですよ、このニコン F3 を手にしてですね、あの ZF についてですね、あのどのようなカメラになったらいいのかなだなんて話をね、この F3 を手にしてですね、あの語ったこともありましたけどね。まあ、でもやっぱり今もう現実として、ね、現実のものとしてこのニコン ZF がですね登場してあのしばらく経ってますけどね、すごくやっぱりあの買ってよかったなと思うし、あの出てよかったなっていう風なね、あのカメラ、それがニコン ZF なんですよね。これね、ちょっとまあ細かいところまでねお見せしましょうね。まあ、今ようやくですね、あのモニターがですね、動画用ですよ、動画用のモニター、手元のが見えるモニターをですね最近になって導入してますんでね、こうしてまあ皆さんにね、どのようにお見せできてるかっていうのがね、こうチェックしながらねやっと撮れるようになりまして、ほんでそれがね今まではね、ね Z9 の背面液晶をですね斜めに立ててね、撮ってましたんでね、どうしてもそのねこう矛先というかね、ターゲットがねずれてしまうようなこともあってね、すごくなんか今までねの動画は本当に至らない点もね多々あったと思います。はい、でもこうやってねカメラってね、こうやって覗いてね楽しむだけじゃなくて、こうやってね触ってねこう眺めて楽しめるっていうところもねいいと思うんですよ。で私の ZF はまだねこの真鍮でできていると言われているシャッタースピードダイヤルとかね、ISO ね感度ダイヤルとか露出補正ダイヤルがねまだねこの角の方がすり減って真鍮が見えてないんですけども、これもうねあえてね真鍮見せることはないと思いますけどね、こう使ってるうちに剥がれてきてもそれはねおつなものなんじゃないかなって気はします。まあ、もちろんねこれをもしもね仮にもうてねいらなくなってまあ誰かにね売ってしまおうというふうな時にはね、傷とか汚れね、もちろんその塗装の剥がれなどはない方がいいと思いますけど、ただやっぱり自分のものとしてね楽しんでいく上ではですね、やっぱり人間の体だっていつまでもねこう完全でね永遠ではないじゃないですか。そうするとやっぱりこの道具もですね、やっぱりその経年変化というか使っていくとですよ、角が剥がれてきたり塗装がね剥がれてきたりとかするのもね、まあ、ある種自分のですね足跡というかですね、やっぱりそういったところがですねカメラにもですね現れますと、その傷一つ、例えば塗装の剥がれ一つ、ね、それぞれが自分の思い出となってですねカメラに刻まれていくというような気がしますよね。まあ、だからねこのねニコン F3 ご覧ください。これね、このカメラもねそんなにガタガタにはね剥がれていませんけど、この辺のね左軍艦部とか右軍艦部ね、ただこのチタンのファインダーとかご覧ください。このチタンのファインダーとかなんかこれね特にね塗装が剥がれやすいんでね、もうこのようにね地金がねもろに見えてますよね。はい、こんな感じで見えてます。でそれでねこの裏側見てください。で裏側なんかね、もうこれあえてエイジングをね自分でしたわけじゃないですよ。これね塗装が剥がれやすいっていうのもあってね、角の方からいろんなところに置いたり
多少コツンとぶつけたりするっていうのね、のそういった回数がねこう重なってきましてね、このようになってくる。そしてこのレンズなんかご覧ください。これ高校時代から使ってるレンズなんですけどね、これ特にねこれはね、あの塗装をねあえて剥がしたわけじゃないんですね。あのこれね毎日のように使ってましたらね、このような感じでねこう塗装が剥がれてきてね、これはアルミニウムなんでしょうかね、アルミニウムの金属の下地が見えてますよね。でこれね、あのあとここのですねペイントがこのようになってるのはね、なんかこう気泡がですね塗装とその金属の下地の間にねできましてね、あのこう爪でこうやってやるとパリパリパリっていう風にねこうひびが入って、その塗装がですね浮いて剥がれてしまってこのようになりました。でこのレンズはね一番もう使い込んでいたレンズで、うちの中ではねもう見た目がねもう最悪に近いぐらいねこうなんかね塗装が剥がれてますよね。まあでもそれでも使えるというのがねニコンのねあのカメラとかレンズの良さなんですよね。まあここまでなるのはなかなかね、あのこうこのような結果になったようなレンズはないんですけどね。でこれちなみにですけど、このフォーカスリングのゴムはね高校時代にこのレンズを買って以来一回も変えてません。これ未だにね全然白くもならずねこのように使えてますね、はい。であこれご覧ください。これね中がこの塗装ですよ。この塗装が実際ここら辺にもね同じような塗装が施されていて、でこんだけの差が出てます。この外観でねこうね常に露出してる場所ね、こんな感じだから、まあ ZF はここまで使い込んでね、あのこう塗装が剥がれることはないかもしれませんが、やっぱりね毎日のようにねこう撮っても撮らなくても持ち歩くカメラになってますんでね、あのある程度自分らしさというか、あの自分のですね足跡はこのカメラに刻まれていくんじゃないかなっていう気がします。でもやっぱりそのね ZF ってねそんなようなカメラであってほしいし、そのようなですね道具としてのね楽しみねが何かな、このカメラの外観とかですね、ね、もう、まあ、見た目ですね、見た目とかね、触った感じとかね、でそういったところにねこう現れてきて、まあだんだん愛着も増していくカメラ、ね、そんな道具の、ね、典型といえるものなのではないでしょうか。うん、でもこれねたまたまねニコンの旧ロゴ、ね、古いロゴマークのカメラがね今3台並んでますけどね、ね、まあこんな感じのものが Z マウントでねこう出揃ってきたら面白いですよね。やっぱり何度もね私の動画で言ってますけどもね、このニコン ZF のバリエーションにこのニコン SP のようなこういうね形のカメラが出てくると、あのすごく面白いなっていうふうに思いますしね。でこの SP ですけどね、もう何度も同じこと言いますけどね、この外付けのファインダーね、これはある種今の時代ね打足いらないのかもしれませんね。ミラーレスで例えば背面液晶があります、ね、あとは背面液晶でほとんど見れますよね、で撮影するときにね、でだからこんなものいらないかもしれんけど、このデザイン的なね遊びというか、あの遊び心の中でこのようなね光学ファインダーが例えば最新型のニコンの設計でですね、あのあって、あのまあ出来上がってですね発売されてですね、このようなニコン SP のような形のようなミラーレスカメラにね取り付けて遊ぶことができたらすごい楽しいですよね。でこれをねつけるか否かということで遊べる。でそしてこれは例えば光学ファインダーですけど ねこれが電子ビューファインダーでの、その例えばその、ね、バリエーションがあって、ね、電子ビューファインダーをここに取り付けて使うと、ね、この電子ビューファインダーを覗いて撮ると ZF のように使えるとね。まあでもまあ欲を言うとですね、やっぱりねこの外付けの電子ビューファインダーをつけなくても、まあ例えばねこれがニコン SP が新しいですね、あの ZF のバリエーションだとしたらですよ、ね、ここのファインダーを除くと EVF が、ね、除けてそのまま使える方がねいいですよね。そんなねわざわざあの外付けのファインダーをね別売で買うということもなく使えた方がいいんじゃないかなって気はしますね。でもこんな形のカメラがねあったら面白いと思われませんかね。それで今日はですね、まあこのニコン SP ね、いや F3 の話はね置いといて、ね、ニコン ZF にあの、まあ、どのようなアクセサリーをね私は使っているかってことをね少し紹介させていただければなっていうふうに思いますね。これは ZF のねあのご紹介動画でも何度も何度も喋ってるんですけどね、
やっぱりね、これはいいものなので、それをね繰り返しまた紹介させていただくんですけどね。まずこれご覧になってね、すぐお分かりだと思いますけどね、やっぱりソフトシャッターレリーズ AR11 でこれですね。でこれはやっぱおすすめですわ。でただこれね、細かいことを言うと、このソフトシャッターレリーズの高さがちょっと高すぎるんですよね。高さがね、これご覧ください。シャッタースピードダイヤルの、ね、シャッタースピードダイヤルより背が高いじゃないですか。でこれはね、私はね理想的だなというふうに思いません、やっぱり。まあでもそれはね、この AR11 の設計自体がニコン DF というデジタル一眼レフのカメラね、それ用に設計されたので、まあニコン DF の、やっぱりシャッターダイヤルの高さとかね、ボディサイズの、によってですよ、この結果としてこの AR11 がこの高さとかこの直径になったというふうに思われるんでね、これはあくまでもニコン ZF のためのものではないので仕方がないかもしれませんが、でもう少し背がね低いね、ソフトシャッターレリーズがあったらいいかもしれませんね。まあでも私はね、このね AR11 はですね、このサイド横の部分にニコンのですねロゴマークも刻まれていたりとかするのでね、そういったところのこだわりが好きだしね、あとはここの表面のね処理ね、これが高級万年筆にね使われている素材なんだそうですけどね、これが使っていくうちにですね、だんだんねこう劣化してきてですね、こう艶消しになって色が褪せてくるんですよね。それがすごくいい感じで、で今これ何年も使ってる分ですけどね、AR11 なんですけど、すごくいい感じでですね、こう劣化してですね、こう味わい深い感じになってるんじゃないかなっていうふうに思います、これね。でこれね、新しい時はねこれなんですよ、これね、ちょっとお分かりになりますかね。これはそうか、ちょっと待ってくださいよ、あごめんなさい、新しいものはこっちでした。このニコン F3P についてますけど ね、このような光沢がありますね。ね、これはもう光沢ないでしょ。で先ほどお見せしたのもね、これもねもう結構長年使ってる分でね、これもですね塗装というかその材質自体がですね、こう色が褪せてくるんですよね。でこのような風合いになってきます。だから AR11 をねお持ちの方はね、ぜひもう毎日のように使ってですね、自分のですね使ったですね履歴のようにですね、この味わい、この味わい深いですね、この表面のこの何かな風合いの変化をですね楽しんでいただければ良いかなっていうふうに思いますね。でもやっぱこれねよくできてますよね、 AR11 ね。まあ、それがですね、まず一つの ZF に使っているアクセサリーのね一つの紹介なんですけどね。まあ、ただね今ね現在は手に入りませんけれどもね、私が長年使っていて気に入っていたソフトシャッターレリーズをねご紹介しましょう。でこれは今ねなかなかね中古でね手に入りにくいかなというふうに思うので、ここで紹介しても仕方がないのかなというふうに思うんですが、まあ、ただまあもしもネットにですね似たようなものがあればこんなようなものもありますよということで参考にねお見せしたいのが、銀一さんね、プロショップの銀一が出していた G ボタンというねソフトシャッターレリーズがあるんですよ。ね、これね。でこれもう一種類ね、この真っ黒の、ね、黒のペイントに、ね、赤ペイントで G というふうにね、文字が入ってるものがありまして、これがね、ちょっと分かりにくいかな、ちょっと私、ね、これ、はい。こんだけね、皿の部分が薄いんですよ。これね、はい、両方ご覧ください。ね、薄いでしょ。で、だからこれね、先ほどね高さがね高くてね AR11 がちょっとあまり理想的じゃないなっていうふうに思った理由は、このですね銀一の G ボタンと言われるソフトシャッターレリーズをニコン F3 などにですね取り付けて使っていたからなんですよね。あとライカの M6 とかに。これ今ねお見せしましょう。この G ボタンはねこんな感じなんですよ。はい、ね、高さがね低いでしょ AR11 よりね。でそれでこの方がね押しやすいんですよね、ちょうどね。
だからG ボタンを新品で今はもう手に入らないので、あの中古で出会いがあればいいんですけど、そうでなければあのネットでですね、これに似たようなものもねあるかもしれませんのでね、あのやっぱりソフトシャッターレリーズのね、このボタンのあのこう厚さというか、この実際このシャッタースピードダイヤルから見てね、この高さというのもね重要なポイントなんですよね。まあこれはもちろんあの自分の好みにもよるんですけどね、やはり私はねちょっと AR11 に関しては理想的な高さではないなっていうふうにね思いますね、これね。まあでもまあ純正でね手に入る、まあ唯一のソフトシャッターレリーズなんでね、その点は、まあ、ニコンに販売してもらってよかったんですけどね。はい、これ色違いの G ボタンですね、これね、このぐらいの高さですよね。であとこれ、まあ、G というね文字がね、あのこう好き嫌いあるかもしれませんが、すごくねシンプルな感じですごく好きなんですよね。はい、まあまたね、あのこういったものもね見つかればね、まあもちろんあの他のね、種類のですねソフトシャッターレリーズもありますんでね、あのご自分のですねお好きなデザインのものが見つかればですね、それをこうやってあの着せ替え人形のごとくね、自分の好きなものに取り替えてですね、取り付けてあの遊ぶのもいいんじゃないかなというふうに思います。もう一回 AR11 の高さをお見せしますね。こんな感じの高さです。シャッターダイヤルより背が高いね、そういったあの分厚さですね。はい、そしてあとね、あのまあ私がですね ZF をあの買ってすぐではなかったけど、ちょっとしてからかな、あの手に入れたものがありましてね、それはですね、あのエクステンショングリップの ZF-GR1 というねものなんですけど、これですね、これ、はい、これがあのニコンの純正なんですけどね、 ZF のエクステンショングリップと称してね販売されているものです。でこれは実際これだけをね紹介した動画も出してるんですけどね、これは純正品でニコン ZF-GR1 メイドインジャパンですね、これ日本製ですね、これ ね。でこれはこのですねネジ止めでですね、あのこれですね六角電池を使って完全に締めてね使うことができますよ、これね。だからまあなるべく簡単に外したくないとか、途中ね緩んでくることがあるんでね、緩んでもうね気分悪いような思いをしたくない人は六角レンズできちんとね締めてくださいね。でだからこれですね、まあ、普通に締めれば手締めすればね、手でまた緩めれますので、そういう風な構造になってるんでね、ここはね、それはまあこうニコンの善意じゃないかなと思いますね、これね。一応自分でですね手締めして手で緩めるということもできると。でそれでこれですけど、アルカスイスの互換運台用のですねこのプレートになってまして、この底面がね、だからアルカスイスのね互換運台を使ってですね、もうワンタッチでね取り付け取り外しができる、ね、そういうふうな、エクステンショングリップになってます。でこれあと特徴はですね、これはね、このこういうふうにね、この今画面の点の方が前だと思ってください。でこう握った時にですね、このカメラの前面の部分と、あとこれぐるーっとこの外周側面とですね、この後ろの部分を包み込むデザインになってます。これ金属製ですね、これね。で一体成形なんですけどね。でそれでまあこのグリップの前の部分と真横の部分とね、この後ろの部分をですねガードできます。だからまあ傷とかね、あとまあちょっとしてこうな、ちょっとしてこうぶつけたりとかしたようなね、そういったショックからもですねカメラを守ることができます。だから当然この前のグリップ部分、あとサイド、あとねこの真後ろの部分ね、そしてこの底面をですね、カメラのそのね傷とか汚れね、ダメージから守ることができますね。でここはねゴムの滑り止めになってましてね、でカメラの側面を傷めないような、工夫がしてありますね。でこれをまずね、じゃあつけてみましょうかね。これね ZF はねニコン F3 と同じように、このグリップがね、ご覧ください、この F3 のグリップね、この真上からね、前の方が出っ張ってますよね。でこれが握った時にね手に密着してですね、すごくいい感じなんですよね。
でそれ の, あの同じような曲面、ね、曲線でこのニコン ZF のですねグリップ部は設計されてましてね、ほら見た目がなんか F3 っぽいでしょ、ね、だから私はねこれ手触り感はねニコン F3 っぽいなって思うのはここのですねグリップの出っ張りがあるからこそそう思ってるんですよね。だから私はね F3 でニコンを始めたのでニコンの初めてのカメラは F3 なんでね、この出っ張りがね F3 のようにこの ZF にもねこう再現されているというところがねすごく気に入っているところですね。まあ、ただ細かいこと言うとねこの出っ張り具合はねこの F3 とあの ZF はね同じではありません。なんかね材質にもよるかもしれませんよ。このグリップの材質が違うっていうのもあるかもしれません。こっちはね革ねこう合成比較ですよね。ね ZF はでそれであの F3 はちょっと違う材質なんでね、その辺の手触り感は違うというところもあるから。そこら辺の違いでなんとなく違うのかなって感じをしてるのかもしれませんが、なんか F3 の方が出っ張った感じがしますね。うん、なんか ZF よりね。まあでもまあ同じようなあの曲線で気持ちよく握れる、ね、カメラになってると思いますね。その点ではね、あのやっぱ ZF も F3、あのニコン F3 っぽいなっていうふうに思われるね、ところですよね。で、それでじゃあエクステンショングリップ ZF-GR1 を取り付けますよ。これを取り付けます。はい。で、あとは手締めでいきます。これね、手締めで。はい。はい、手締めで取り付けました。はい、そうすると、ね、このようにね、ZF-GR1 をつけた、あのね、ZF はこのような感じになります。いかがですかね。ね、この底面を、傷とか汚れから守ることはできますよね。であとこのねサイドね、あと前の部分、あと後ろ、まあだからまあ言ってしまえばですね、この後ろの部分とこのサイドの部分と一番前の部分はまあ革ね、合成比較のような感じのね革が貼ってありますんでね、そうするとねここの下にあるですね革を隠してしまうので、カラーバリエーションを、ね、変更された方にとってはどうしてもまあここが色違いになってしまうっていうのがね、まあ良かれ悪かれ仕方がないところですよね。このエクステンショングリップのところだけが黒になってしまうっていうところがね、あのあります。やっぱりカラーバリエーションを変えると、この今ほら液晶モニターの裏返したところも革製なんですよね、本革製で、ここの色も変わっちゃいますんでね、だからどうしてもねこのエクステンショングリップを純正のものを使った場合には色違いになってしまうというところはね仕方がないところですね。あ、であとね商品名はね私ね覚えていませんけど、あのこの ZF-GR1 をねご紹介するとね、かなあの必ずと言っていいほどあのコメントいただく中にね、スモールリグさん、あのスモールリグですね、あのニコンと提携してるね、あのこういろんな写真用品ね、あと照明用品とかね、いろんなものを作ってるメーカーさんなんですけどね、スモールリグがニコン ZF のエクステンショングリップを出していてですね、でそのスモールリグのねエクステンショングリップの場合にはこのニコンの純正と同じようなところではなくてですよ、あで、あただね同じようなところで言うとね、この底面のこのプレートの部分はねアルカスイス互換になってます、スモールリグのものもね。それでね大きな違いはですね、まあ私も現物は見てないんですけど、ネットでね、あのこう、そのものを参照して調べてみたところ、純正のこの ZF-GR1 と違って、このグリップの後ろ側はね、包み込んでないんですよ、こっちはね。で、それで、この前の方のあのグリップの部分と、そうだな、横の部分はちょっとあったかどうかわかりませんがね。で、このグリップの部分はゴム製でもうちょっと出っ張ってるんですよね。これ上から見ると。はい。こんな感じで、もうちょっと出っ張っていてね、あのもっと握りやすい感じ、うん、だからあのスモールリグのね ZF 用のエクステンショングリップをお使いの方はね、あの結構いいですよと、気に入ってますっていうふうにねおっしゃる方が多いので、ぜひねスモールリグのね ZF 用のエクステンショングリップもね、あのもう参考までにね説明欄概要欄にね貼っておきますのでね、それもご覧になってください。やっぱりこのエクステンショングリップはね、あのこう見た目はね好き嫌いはあるかもしれませんが、やっぱり、まあ、カメラをガッツンガッツン使う中でね、少しでも傷から守りたいとかね、あとこうカメラを どっかしらこうね
こう下に置かなきゃいけないっていう時にですね、この底面を守ったり、ね、することができるの でそういったあのやっぱり意味でですね、つけておくのもですね良いかと思いますよ、ね、エクステンショングリップ ZFGR1 これですね。まあ、ただねこれはそうですね、この出っ張りはですね、このグリップが、まあ、出てきますけど、まあ、それによって、まあ、シャッターボタンの高さはね、うん、まあ、このぐらいかな、こんな感じ、うん、だからまあこれはこれでね、そのまんまの ZF の、ね、グリップもねよくね悪くはないんですけどね、このエクステンショングリップ ZFGR1 をつけた感じも私は好きなんですよね。はい、だから、まあ、まずね、ソフトシャッターレリーズ AR11、 そして、ね、エクステンショングリップ ZFGR1 を私は普段から使ってます。であとね、これは、いらないといえばいらないものの一つなんですけど、ホットシューカバー、これはニコンさんいろんな種類を出してましたね。でこれはねニコンの純正ではなくてね、これはですね、あの某ですね、ね、DF、 ニコン DF のですね、まあ、ファンクラブというか、ね、そのですね、関係者の方にですね譲っていただいたものなんですけど、これはね日本工学工業、ね、日本工学、ね、というふうに書いてありますよね、これね、はい、これのそれのですね印字がしてあるですねホットシューアダプターですね。これはね日本工学東京って書いてありますね、はい、ご覧になっていただけますかね。これはねなかなかのかっこいいものですよ。でこういったものがね販売されたらいいですけどね。でこれですけど、まずまあ、これに似たものとしてニコンミュージアムで販売されていましたねもので、これね、やっぱりこれもね日本工学東京っていうふうに書いてありますけどね、これのホットシューアダプターね、であとはまあ今でもこれ売ってるのかな、普通にニコンのロゴマークが入っているホットシューアダプターね、こういったものをですね普段まあスピードライトを使わないという前提で持ち歩くときはですね、このようにねホットシューの接点をですね保護するという目的でも含めてですね、このホットシューカバーはつけて使われることをお勧めしますね。これね最近のカメラについているもの、ね、のプラスチックのものでもいいはいいんですけど、ちょっとドレスアップという意味でね、こういう金属製のニコンのホットシューカバーというのもね、いいと思いますよ。これはやっぱりドレスアップのね、一つのね、見せどころですよね。まあそれによって自分らしさをね、こう、醸し出すというところ。であとね、皆さんね、もう ZF をねお持ちの方はね、もう私はこうなんだね、俺はこうなんだっていうことでね、やっぱりドレスアップをされてるとすればですよ、やっぱりそのね、もう一つじゃあ何かって言ったら、このストラップね、このカメラのストラップでですね、こう遊び心をね醸し出していらっしゃる方もね少なくないと思います。で私はもうニコン大好きなんで、もうニコンのロゴマークがね何箇所でもあってもいいって思うし、でこの黒字にですね、この鮮やかなレモンイエローというのがね、もうこのニコンのこのコーポレートカラーがやっぱりねこうね刺繍されてるものというのはねもう大好きなんでね、これはANDC29 というね、そういうストラップです。今の最近のニコン Z カメラに付属しているものは大中小ね、まあ、一番太いもの、太いもの、あと中型のもの、あと細身のものと3種類あるんです。これと同じデザインで、ね、この細ひも部分から、ね、この細ひも部分からですよ、ねね、この太ひも部分につながるこの留め側、ね、があって、ね、であとニコンのロゴがあって、ね、それでちょっとこれ反射をすると分かると思うんですけどね、実は黒の中にもスラッシュラインがあるんですよ。ね、黒の中にもね。でそれでど真ん中に2本のレモンイエローのスラッシュラインがある。そしてずっとこうたぐっていきますとね。でまた反対側にもニコンロゴがあって、留め側があって細紐につながると。でこれとね、本当にそっくりそのまんまので同じデザインで、
一番細いものはこの ANDC29、 そして次にあのね、太いものは ANDC26 で、一番太いものはね、Z9 に付属してますけど ANDC28 というねストラップがあって、それはですねこのデザインで良いなって思う人にはおすすめなんですよね。で少し前のね Z カメラにはこのニコン Z という風にここにロゴが入ってましたけど、その Z が最近のものはなくなってニコンロゴだけになってますね。そうするとこのニコンロゴだけになったので、ね、Z カメラではないニコン F3 だったり、普通のデジタルね、いわゆるその今までのそのデジタル一眼レフね、例えば D850 とか、ね、D500 とかね、まあ、そういったカメラにもねあのこのストラップのデザインはよく似合うんじゃないかなっていうふうに思います。はい、まあ、それで、まあ、ちょっとこれはね今回私がねつけてるものが ANDC29 だったのでこれを一番最初にねご紹介しましたけど、まあこんなストラップじゃなくてね、もっと例えばあの全然サードパーティーのねあのもうニコンのロゴなんか入ってないようなものがお好きなねあの方であればね、このニコン SPにつけておりますけれども、ね、これは、大阪のね、メーカーさんというかあの販売会社さんだったんですけど、アクリュね、まあ、今現在アクリュさんねあの営業なさってるかどうかちょっと私調べてないんですけどね、このアクリュの本革製ストラップ、ね、これはあの、ね、まあ無印というか特にね大きくブランドは入ってませんけどね、これはすごい好きでねあのこう使ってましてね、でこういったですね革製のストラップとかそういったものをですね ZF につけられるとまたかっこいいんじゃないかなと思いますね。まあニコンロゴがねついてるものっていうのは私みたいなねちょっと変態的なニコンファンじゃないとねあのこうつけてもね恥ずかしいとかね思われる方もいらっしゃると思うんですけど、私はとにかくもうニコンのこのロゴマークがついてるものというのは大好きでね使ってるんですけど、まあ、こういうですね無地というかね何もロゴマークが入っていないストラップでですねドレスアップするのもねあの ZF のですね魅力を倍増するねあの方法の一つかなっていうふうに思ってますね。はい、でそれでねあとねもう一つねあのニコンのねあのストラップでねご紹介したいものがありまして、でそれはもうかなり古くからニコン F2 が発売されたような頃からあるんじゃないかなと思うんですけど、これなんですよ。この AN4Y というね網紐製の細紐のタイプね、この黄色とね黒だけで、ね、デザインされたストラップ、これがですね柔らかい、こう何かな腰が柔らかくてですね手にも巻きやすい、そして適度な、ね、太さということで、これ直子さんもねすごくね気に入ってね Z8 にねつけて使ってるんですけどね、これはね私もねいいなっていうふうに思いますね。でこれは古くからねこの同じデザインで出てましたので、まあ何年も前とかもう随分前にも買ったこともあるから繰り返しねその時代であの買ってきたんですけどね、実は最新のものというのはあのこの裏地がですよね、この柔らかいあの、まあ、ゴムのような、まあ、ゴムかどうか分かりませんがあのねゴムのような滑り止めがこのようについておりましてね、すごくねあのがっちりと肩にも止まります。でそれでどこを探してもニコンロゴはありませんね、この紐の部分にはねニコンロゴがありません。だからニコン以外のメーカーのカメラにもおすすめできるストラップだと思うんですね。ただ厳密に言うとこのプラスチックのアジャスターの部分にニコンロゴはありますね。でも黒地に黒いね浮き彫りみたいな感じなんでねあまり目立たないので、ね、これはねあのいろんなね各種カメラをお使いの方におすすめですよ。でちなみにこの AN4Y というのは AN4 の Y はイエローの Y でございまして、ね、AN4B という全体がこの細紐部分全体が黒い、ね、同じデザイン同じですね形状のストラップがありましてね AN4B です。それも同じ値段でね出てますんでね、すごい安いので1500円までですね、1000円から1500円ぐらいまでの間で買えます。 Amazon だったらこの AN4Y なんか1000円切って買えますからね。でこれはすごくね、おすすめですよ。で細かいことを言うとこのアジャスターは昔のものは金属製でシルバーでした。でそれがプラスチックに変わってるのは最近のカメラはデジタルカメラなので
液晶モニターがあるじゃないですか、裏側に、ね、このここにね液晶モニターあるでしょ。で液晶モニターがガラス製なので傷をつけ、ね、ないようにアジャスターが、ストラップのアジャスターがプラスチック製になってます。これだからね、もう何年も前から変わってますけどね。でもこれね、同じデザインでね、すごいロングセラーなんですよ、これ。AN4 は。これ未だに変わってないってことはね、まあ、そうですね、順調にというかね、潤沢に売れてるんじゃないですかね。そんなに、めちゃくちゃね、多い数ではないにしても。うん、これは、ね、ある種隠れた人気のストラップだと思いますよ。これはね、今、現実に、このニコン S3P につけてますけどね。はい、このブラックボディにこの黄色いですね AN4Y はすごくね似合うんですよね。これすごくねいいんですよ。このね黄色なんだけど、この黒い ねラインがこうね、こう周りというか左右に入ってるでしょ。これがねいいんですよ。まあ今の最新のものはね、本当にこの触り心地がすごく柔らかいので、以前のものをお持ちだった方もね、ぜひこの最新のね AN4Y はですね、こう一行していただいてね、使っていただけると嬉しいですね。まあでもこういうふうにしてですね、カメラにはいろんなですねアクセサリーをつけていくんですけどね、まああとはですね、 ZF には使ってませんけれどもね、このようなボトムケースね、ボトムケースがあってですね、ね、ボトムケースはその名の通りね、底につける、カメラの底につけるケースですね。でこれはニコン SP 用のボトムケースですけどね。でこれをこういうふうにつけて、まあ、つける使うと、そうするとね、今はミラーレスですのでね、例えばですけどパッとねこう裏返した時に液晶モニターが隠れるものであったとしても、仮にその ZF 用のボトムケースね、ファインダーの中でね、完結してその再生画面を確認することも可能なのでね、こういう感じのボトムケースがあってもね面白いんじゃないかなっていうふうに思うし、まあ、実際サードパーティーがいろいろ出してますからね。だからZF のボトムケースもですね、ぜひ一考していただいてね、ドレスアップのね一つのね材料にされたらいいんじゃないかなって気がしますね。まあ、今私はその革ケースというかボトムケースというよりはこの ZF-GR1 をつけてですね、まあこれでまあ一つのまあ最終形態みたいなね感じにしてますけどね。最初はこの ZF-GR1 をね買わずにしばらく使おうかなっていうふうに思ったんですけど、これですね、あくまでも個人的な意見ですよ、個人的な意見ですからね、皆さんね、このですね底の部分が ZF のね、どうやらプラスチック製みたいな感じなんですよね。でそれで触った感じがですね、やっぱ金属製の方がいいかなっていうふうに思った場合に、このエクステンショングリップ、ね、ZF-GR1 はね総金属製ですからね。であとこれをつけることによって若干ですけど下の方に重量バランスがもねいきますんでね、その点で全体に重たくはなるんだけどね、すごくしっくりとしたこう手持ちの持ちごたえになるというところが気に入ってますね。だからまあ純正の ZF-GR1 もね概要欄に貼っておきますんでね、ぜひまあお買い求めにならなくてもどんなものかまたねこうそこのリンク見ていただければね、まあ、ただこのですね動画のようにね細かいいろんな角度でね見ることはちょっとなかなかできないんでね、私もこの本物を見ないとね、この底から見たところなんか分かりませんでしたからね。あ、で、これちなみにですけどね、電池室のカバー、これ、うまい具合にね、このぐらい、ね、こういうふうに開く、こういうふうに開けてですね、このぐらい開きますからね。それで、ね、こう、電池の取り外しがですね、簡単にできるようになってますんでね、そこら辺は構造上ですね、やっぱりさすがによくできてますね。でこの辺はね、ニコン ZF-GR1、ね、メイドインジャパンっていうところ、ここはねやっぱりこう軽量化するためでしょうね、うまくこう切り抜いて設計されてる感じですね。それであとね、アルカスイスの互換のですねプレートになってはいるんですけど、しっかりとね三脚のネジ穴もついてますから、ここね
だからここにですね三脚のネジをですね、ね、雲台のネジをねじ込んで使うことも可能ですからね。その点はよく考えてあると思いますよ。やっぱりね道具としてねやっぱミラーレスではあるけれどもニコン ZF はねこうやって見てみてねこういいですよね。だからやはりこのようなカメラはねこう出てきてくれてよかったなっていうふうに思いますね。まあ最新設計というかねこう実際実用上はまあ Z6III のようなカメラがねまあ間違いなくねまあ、問題なくさらに使いやすくね操作もできるしあと握りとかねのグリップもね良いのかもしれませんがねこのやっぱり ZF はそういう魅力とは違うですね別物のカメラねとしての魅力がやっぱありますよね。まあ私はね普段アルコールとか飲みませんけどねこうコーヒー飲みながらねこうやって触ってねこう眺めてねこうくつろげる時間をね楽しみたいですね。まあもうなんか眺めていてもねすごくなんか楽しいですよね。まあただねこれね皆さんZF の紹介動画でね何度も私ね本音というか私の使い方をね語ってますけどね残念ながらシャッタースピードダイヤルがせっかくあってもねこれほとんど使わないですよこういうふうには。なぜかというとね3分の1ステップのシャッタースピードの設定に慣れすぎていて、それはですよ古くから言うとニコン F5 フィルムカメラのニコン F5 の時代から、ね、メインコマンドダイヤルでねシャッタースピードダイヤル、シャッタースピードの設定をですよ3分の1ステップずつね変化させるのをその当時からもう慣れてしまってましてね、やっぱりこの ZF せっかくシャッターダイヤルがついているのにもかかわらずねやっぱりこの3分の1ステップにね固定してですねメインコマンドダイヤルでシャッタースピードをね操作して、あとサブコマンドダイヤルで絞りを操作してね使うということになっていますね。だからこれはもう本当に3分の1ステップで固定です。まあでもね何を言いたいかというとそれでもこのシャッターダイヤルがあるというところがいいんですよね。はい、あと露出補正ダイヤルに関してはこれはもう頻繁に使いますね。これね。であとまあこれね何度か言ってますけど ISO 設定ダイヤルもねこれもねフィルムを入れたという感覚の儀式としてね ISO がいくつなのかってことをねアナログダイヤルでもって設定をしてあと変更してね遊ぶというのがねこの ZF での撮影スタイルになってますね。これねコメント欄でね教えてくださった方があってねああなるほどなっていうふうに思ったね方法もありますよ。このね ISO 感度設定ダイヤルを C に設定してあとこのファンクションボタンに ISO を設定することによってねこのファンクションボタンを押しながらですよねこのメインコマンドダイヤルやサブコマンドダイヤルでですねISO をオートにしたりマニュアルの ISO の設定にしたりあとこっちでですね ISO のね数値を変えたりっていうのが当然できるそうです。ただあえてねやっぱり私の場合にはその C この C モードで使わずにですねこのシャッターダイヤルをマニュアルで動かすということがこの ZF での儀式としてですね遊ぶですね遊べるところのねまあポイントにしておりましてですね今後もそのような使い方をしていきたいと思います。そしてあとねもう一つはねこれねこれはまあ好みの問題なんですけどねこの再生ボタンね撮影した画像を再生するのにこの再生ボタンをね押すのに ZF はここなんですよ、ね、ところがね私が普段メインで仕事に使っています Z9 はいこれご覧くださいね私の親指のこの下ですよね。ここね、ここ、これが再生ボタンになってますのでやはりね ZF もねそれに近いところに再生ボタンを持っていきたいと思ったので私はこのディスプレイボタンに再生、ね、ボタンの機能を当ててます。それであとはこの再生ボタン、ね、そもそもの ZF の再生ボタンにはですねマニュアルレンズね
ノン CPU レンズをつけた時にですね、焦点距離とあと開放 F 値をね登録できるんですよ、何本か、ね、でそれであの普段使うだろうレンズのですね焦点距離と開放 F 値をですね、あのナンバーワンからね何種類まで、ナンバーツー、ナンバースリー、ナンバーフォーみたいな感じでね、あのすぐにですねあのこのボタンを選んで、ね、使えるようにしてます、まあ、これちなみにですねこれ映しましょうか、はい、はい、これですね、これでね今ちょっと動かしますよ。でナンバーワンは、ね、20mm3.5、 あとナンバーツーは 28mm3.5、 これはねあの S マウントの 2.8 センチの 3.5 用ですね。で次3番目、これは 35mm の F1.8、 これもですね S 型に距離計カメラね、 S マウントの W ニッコール 3.5 センチ F1.8 用ですね。で次ナンバー4は 50mmF2、 ね、これはですね 50mmF2 はですね、これはあのあれですね、あのオートニッコール、ね、HE50mmF2 用ですね。だとナンバー5で、ナンバー5は 55mmF2.8、 これはマイクロニッコール、ね、AI マイクロニッコール 55mmF2.8 用ですね。で次ね、ナンバー6は、55mmF1.4、 これはですね 55mmF1.4 はですね、これはまああえてこれ入れなくてもよかったんですけどね、これはねオータスです。でオータスは CPU が入ってるんで、あの FTZ2 マウントアダプターで、あの絞りとかは完全連動しますからね、本当はいらないんですけど、ただマニュアルのですね、ねマウントアダプターをつけた時にその 55mm の F1.4 の、チャンネルを作ってます。でナンバー7は 85mmF2 で、この 85mmF2 はですね、これは 8.5 センチニッコールの S マウント用の、ね、望遠レンズ 85mmF2 を使うためのチャンネルですね。で次ね、ナンバー8 105mmF2.5、 これはそのまんま AI ニッコール 105mmF2.5 を使うためのチャンネルです。であとナンバー9以降はないですね、うちにあるのは大体そんな感じなのでね。そのようにですね、ここにこの再生ボタンに、ね、レンズの手動設定、ね、マニュアルレンズの手動設定のですねチャンネルを当てています。でそれあとはですね、この AE ロック AF ロックボタンはですね、パッとね、これは 200% に拡大押してましてね、でマニュアルフォーカスでですねピント合わせるときにこの瞬時に押してですね拡大して、でもう一回押すと戻す、ね、というふうな感じで、マニュアルフォーカスで撮影するときのですねアシストボタンにしてますね、拡大ボタン、はい。まあ、その他ね、あの ZF で面白い使い方をなさっている方がいらっしゃいましたら、ぜひまたコメント欄でね教えていただければ嬉しいですね。やっぱりこの ZF は、ね、このようにこう撮影するそのスタイルそのものを楽しんでいけるカメラだと思いますんでね、もちろん撮影の結果をねやっぱり求めて撮っていくのが写真の醍醐味なんで、そこら辺はねあのどのカメラを使ってもね同じようなことだと思うんですけど、ただこのニコン ZF はあのカメラの道具としてですねこう楽しんでいけるようなカメラ、うん、になってると思いますね。まあこのねレンジファインダーのねニコン SP もねなかなか楽しいんですけどね、うん、だからやっぱりこう今のカメラというのはどん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 自動化が進んでいって、ね、もう誰でも簡単にあの間違いなく、ね、まあ、失敗なく撮れるようなカメラになっていると思うんですね。だからやっぱり最新設計の最新デザインのものというのはね、その辺はあの間違いなくいいものだとは思うんですけどね。ただ逆にそのこういった古いカメラというのはね、ちょっと持ち心地がね今の最新のものと比べるとあのちょっと持ちにくかったりね、角張っていたりとかして、ね、違和感を覚える人もあるかもしれませんが、でそれがなんかある種私なんかはあのなんかその持ちにくさというかね、その持った感じがその、まあ、違和感というのをなんかマイナスに捉えるんではなくて、ね、そのカメラの形に自分が合わせて経験を積んでいくんだと、ね、いうふうなあの時代にカメラを、ね、操り始めたんでね、だからやっぱり自分の体がこの、ね、形に合わせていけるというところが一つの修行みたいな感じの時代もあったしね。
で、あえてその今のその新しいデザインというか新しい人間工学のね元にね開発とか設計されているデザインのカメラもいいんですけどね、この時代のこの ZF がね、ZF がですね叩き台にしてその何かなモチーフにしているような時代のニコン F3 とかね、そのような時代のカメラっていうのはね、ちょっと持ちにくさがあったりとかするんですけどね、それもねやっぱカメラを楽しむ上でのですね、まあ使いこなしていくんだっていうところのね、まあ一つの何かな、まあハードルというかね、まあ使いこなしていって慣れていくうちに違和感も感じられなくなっていくというところの中で、自分の撮影スタイルや写真のですね、ね、撮る内容もどんどん進化していくというようなことでね、でそういうようなこう体験もねできる、でそれがなんかニコン ZF の、ね、デザインのような気もしますね。だからやはり Z6III の魅力とはね全く別のものだと思います。はい。でまあいつもね最後になりますけどね、このニコン SP のようなね、こういったその、ね、ZF のシリーズが出てくると、またね好みによってですね、まあ、このニコン SP のような形のねカメラをぶら下げてねこう持ち歩いて使いたいっていう人はねこっち、ね、あと一眼レフのような形がいいと思う人はこの ZF みたいなね、そういうバリエーションが出てくるとね面白いですよね。まあ、なかなかね ZF がね世の中にも出ていて、それに新しいバリエーションを追加っていうのはね難しいかもしれませんがね、まあ、ただまあヘリテージデザインで来るんだったらばこの SP のような形が僕は嬉しいんですけど、まあ、そうでなければまあニコン Z30 のまあフルサイズバージョンが出ても面白いんじゃないかなって気はしてますね。はい。まあ、やっぱりねニコンさん あれですよ、これからはねもうニコンのカメラというかミラーレスのね世界もどんどんね、まあ、日進月歩で進んではいってますけれどもね、まあ、大体基本的なところというのはもう落ち着いてきたんじゃないかなっていうふうに思われる今日この頃ですよね。だからまあカメラスタイルというかこの道具としてのですね楽しみというのをねもっともっとそのまあ遊び心でですね再現されたようなそういったカメラもねこの ZF のシリーズに追加していただくと嬉しいですね。でもちろんあれですよ、 ZFC だってAPS-C のカメラなんでね、その辺はね人気もね高いカメラなんでね、ZFC のやっぱりこう新しいものとかね2型とかそういったものもねどんどんまたね出していっていただきたいんですけど、ただそのニコン ZFC で私が物足りないのはねやっぱり交換レンズだと思うんですよ。で交換レンズはもちろんね APS-C 専用のもので何本かありますよ、ニコンさんね出してらっしゃる24-1.7 とかねそういったものはありますけど、ただやはりねもうちょっとね APS-C 専用の Z マウントレンズはね充実しないと面白みに欠けるんじゃないかなって私は思うんですね。まあ、だからその私が ZF でフルサイズだから嬉しいっていうのはね、まあデザインは最新型であったとしてもどんなフルサイズ用の Z マウントのレンズだってこれにつくじゃないですか、ね、それとあとオールドレンズ、ね、このニコン SP についてるような、ね、35mm、ね、3.5cm の F1.8 のような広角レンズをそのまま広角レンズの 35mm として、ね、ZF フルサイズの、ね、Z マウントのカメラにはつけて遊ぶことができるというところが魅力なわけ。ということは結局ね過去からのレンズがそのまま使えるっていうことなんですよね。でだから ZFC の話に戻ると、ね、ZFC は APS-C 専用のやっぱレンズで、ね、デザイン性とかサイズ感とかをねやっぱりこうそれに合わせて作ってもらいたいなっていうの、ね、それに合わせて作ってもらいたいなって私は思うのでね、だから ZFC の専用というか、ね、APS-C 用のレンズがちょっと少ないというふうに私は思うんですね。だからやっぱりねイメージセンサーが APS-C だから良くないとかじゃなくて、やっぱりそれ用のですね広角レンズ、ね、例えば超広角レンズ、あと次に広角レンズ、あと標準レンズ、ね、中望遠ね、そのあたりがやっぱりその ZFC のサイズ感に合わせたやっぱり専用の純正品というのがね出てこないと良くないんじゃないかなって気はしてますね。はい。まあそんなようなわけで今日はですね、まあ、ZF、まあ、いろんな話をね、いろんな動画で
出させてもいただいてますけどね、今日はニコン ZF にどのようなアクセサリーをつけて使っているか、私がね、そのようなね話でしたし、あとまあバリエーションとしてね、まあ、ニコン SP のような、ね、ZF のシリーズが出たら嬉しいなっていうところで、ね、今日は皆さんとお別れしたいと思います。またですね、コメント欄でですね、まあ、いつもね同じような話を堂々巡りでいろんな動画出させてもらってますけどね、やっぱりその都度こうなんかね多少アレンジした内容にはなってると思いますんでね、まあ、また皆さん引き続きましてまたよろしくお願い申し上げます。それでは今日も赤山修チャンネルをご覧になっていただきまして本当にありがとうございました。それでは皆さんさよなら、ね、また明日もニコンです。今日もニコン、昨日もニコン、明日もニコン、明後日もニコンでございます。それではさようなら。